エイルン・ラスト・コード架空世界より戦場へは、東龍まりのすによる日本のライトノベル。MF 文庫 J より2015年1月から2019年7月まで、刊行された。このライトノベルがすごい。2016では新作ランキングの第1位、作品ランキング第4位を獲得した。コミカライズが、イラストも担当しているみこと明美により、月間コンプエース2019年4月号より、 連載された。西暦2070年。人類が謎の適性生物、マリスから襲撃を受けて億人単位の犠牲を出しながら半世紀以上の年が流れた。マリスに対抗できる巨大兵器、ネイバーの一つ、デストブルムのパイロットセレンは日本での絶望的な戦いに精神を疲弊しきっていた。そんな戦いの日々が続く、ある日、所属不明の謎の戦闘機が出現。 この世界には存在しない技術体系による兵器でマリスを蹴散らす。だが、この戦闘機から出てきたのはこの世界での大人気アニメ、ドールワルツレクイエムの登場人物、エールンバザットにそっくりの少年であった。生と開票室技塾の情報統括機関。戦闘作戦時は全体式、平常時は技塾の管理を一手に担う司令機関であり、主にブレイン。 の才能を持つ戦闘家の生徒たちで構成される。生へのとという意がかけられているネーミングとなっている。気表部表質技塾の戦基層部隊で操縦適性の高いフィジカルやハイブリッドの才能に秀でる戦闘家の生徒たちで主に構成される。戦基層ではクイーンを撃破できないので養成隊、マリスの撃破やおとりを担当する。整備部、生産部、 兵器開発部他主にヘキサの才能開花に恵まれなかった非戦闘家生徒や戦線からリタイアした戦闘家生徒等で構成される。表質義塾のその他の人物ロイヤルガード国際連合直属のマリスチ鎮圧部隊。ネイバーを3機対応されている。ネイバー16番機ショアンウーの現ネイバーフットとなっている。ドールワルツレクイエムに登場する機動兵器であり。 もう一つの世界からやってきた軌道兵器。突如として世界の各所に現れた謎の兵器。クイーン種を撃破することが可能なため、対マリス専用軌道決戦兵器として運用されている。大アルカナの枚数分存在すると言われており、2070年、現在は11体までのネイバーが確認されている。数十年、数百年は科学を先進させなければ開発。 製造できないような武装や機体スペックを有している。タロットカードのダイアルカナに沿った番号が刻印されている。ノルブリン化と呼ばれる各融合炉を量駕するエネルギーを生み出す動力炉を搭載しており、半永久的に自立稼働が可能。さらには、スリープモードに入れば、機体の修復を自動で行う、超兵器。動力と自己修復機能は共通しているが、外観。 並走、操作仕様、大きさや機体特性は、各機体で大きく異なる。登録されたネイバーフッドにしか起動、操縦はできないが、多くの機体は10個以上の登録スロットを持つ。しかし、一度ネイバーに、ネイバーフッドを登録すると、当人の死亡以外スロットを解放させる手段が、現在は見つかっていない。どの国でも、ネイバーの運用は、 パイロットチームを編成するのが通例となっている。戦闘用機上型巨大装備。通略が戦機装、となる。米国では、ヒュージバトルスーツエキップメントが正式企画名で BS と呼ばれる。2015から2016年、バースナの大敗を契機に人類の劣勢が始まる。事実上の航空戦力の無力化も相まって人類はマリスに対応できる。 兵器企画の必要に迫られる。多局面に対応でき、かつ多様性に富んだ作戦行動を可能にする戦術陸上兵器の形が模索され、現在の巨大人型兵器へと帰結していく。2015年にプロジェクトが本格化し、2017年に記念すべきファーストシーズン機体が追事ロールアウトされていく。戦機層開発は、 UN 各国間の技術協力で開発が推し進められ、2022にセカンドシーズンが生まれるに至る。戦機層開発にはネイバーの存在が大きく影響しており、セカンドシーズンが生まれるまでの2017から2022は、現代兵器水準が20年以上進歩したと、専門家は言う。2030年にサードシーズン、2065年にフォースシーズンへと進化する。 ありがとうございます。